シケラどもめ。ゲッテル、その者どもいかようにしても構わん。お前に任せたぞ。あ、そんな、この私にファウスト様以外の者に従えとおっしゃるのですか。お願いです、ファウスト様、見捨てないでください、ファウスト様。貴様のせいで、ファースト様が、貴様のせいで、貴様のせいで。ファーストキスはプラズマの味。うへぇ、すげえぜ。行くときは夢中で気がつかなかったけど、こうしてみると地下空洞ってのもなかなか風情があるじゃねえかな。そうは思わねえか。いや、そんなことよりどっかで少し休もうよ。タルク、ガルトラントを出てからずっと歩き通しで、もうダメか。で、重いよ。おたるキスした、おたるキスした。面白くない。なんでみんならしくねえな。だって蛍たるキスした。けどよ、あの場合他に手がなかったんだからしょうがねえだろ。そりゃ確かにおかげでこうして全員無事だったわけですけど。それはそれ、敵のセイバードールズにキスするくらいなら僕にキスして。ねえ、ホタル、ホタル様。バケロ、何言ってんだおめえら。過ぎたこと、いつまでもグダグダ言いやがって。ちっとや男らしくしろってんだ。僕、男じゃないもん。そうとも、つまり蛍くんと血の通った男同士の友情を深められるのはこの花形ミツルギだけだということだぞ。てなわけで二人の友情を確かめ合おうよ、蛍くん。うわー、こうとも、わた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 、あっちー。なんでこりゃ。硫黄の結晶を含む熱せられた地下の湧き水、つまり温泉ですわ。温泉？上。ホタル！ねえねえ、あれ見て、あれ見て。データには15年前に建設されたテラ2のレジャーランド、ジャポネスヘルスセンターとありますが。はて、そういえばすっげえ昔盛んにテレビで宣伝してたような。ところが各国から
から遠い上、地盤が不安定な地下空洞の中という立地条件の悪さから、予約はあってもたどり着けないお客が続出で、たちまち経営不振に陥り、結局12年前に閉鎖してしまったようです。なんか間の抜けた話だな。でもセンターを管理するメインコンピューターはまだ生きているみたいですね。ふーん。だったらよ、せっかくだしここで一休みしていくか。いいんですか、おたる様。温泉って言ったら愛し合う二人が友達ん家に泊まるって嘘までついてくるところだろ。どっからそんな話を。ま、無事お勤めも果たしたことだし、ちっとばかしのんびりしたところでバチは当たるめ。おたる様と夢の温泉。わー、温泉だ温泉だ、おたると温泉だ。となればここは温泉の鉄人として名高いこの花形みつるぎの出番。何も知らない君たちに温泉の楽しみ方を特別に伝授しよう。温泉といえばまずは浴衣だ。そんでもって卓球だ。そりゃそりゃどりゃどりゃさあ必殺真空竜巻。うわーちょー枕投げだ。どりゃほれどりゃ。怪談話だ。いやー怖い。はっしょ。おたるくん楽しい？うん、楽しい楽しい。さーってと、ひとっぷら浴びてくるとすっか。やっぱジャポネスコは熱い温泉に限るな。極楽極楽。考えてみりゃよ、ライムたちと一緒にこんなにのんびりしたことはなかったっけ。男じゃないもん。そうか、あいつらの姿形は人間の女と同じに作られてるんだっけな。人間の女ってのは一体ライム、チェリー、ブラッドベリー。どうしよう。ねえ、俺は一体何を意識してるんで。落ち着け、落ち着いて。普段のようにさりげなく、さりげなく。よし。いやー、みんなも来たのかい。さあ、遠慮せずお入りよ。あ、いやー、おたるくんってば、結構大胆。てめえ紛らわしいことすんな。何が紛らわしいの、おたる。何があってそれよ、おめえ。あ、おめえらいつからそこに。はあ、いつからって。くわー、しびれるぜってとこか。気づかれませんでした、おたる様。え、おめえら、そのパチパチってのはなんだ。え、岩たりでしょうか。お背中流しましょうか、おたる様。いいよ、自分でやら。遠慮すんなよ、全力で綺麗にしてやんぜ。僕が流す、僕が流す。いいってばよ。待てー、おったるくんのお背中を流すのはこの僕だ。なんがた、てめえ何すんだよ。さあ、僕の胸がスポンジ代わりさ。やめろ、ギセコアリ。こら、花子、おめえは引っ込んでな。うわ、たうっと、あれ、なんだ、力が全然入らない。ブラッドベリー、チェリー、ライム。おい、
ライム。いつもすまないね、ボタル。ああ、いいってことよ。それは言わねえ約束だろ。ブラッドベリー、人一倍頑丈なおめえが。黄色の脆い結晶。主な効用は疲労回復、お肌の治療競争。チェリー、くそ、ゆっくり養生するはずの温泉で、なったってこんなことに。オタルくん、たた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 た、大変だよ。これは地下に蓄積されたプラズマエネルギーだよ。地下でいっぱいになったプラズマが暴走を始めてるんだ。がプラズマ雲の正体ってわけか。ヘルスセンターが潰れたのも本当は近くにこんなものがあったせいなんだよ。そうか、マリオネットのライムたちはこいつの影響であんなになっちまったんだ。機械の体は電気を通しやすいからね。あー、人間でよかった。すまねえ、俺がうんかつだったばっかりに。オタルくん、何やってんだよ。早く逃げないと僕たちまで危険だぞ。てやんで、ライムたちを放っていけるか。花形、お前も手伝え。冗談じゃない、マリオネットなんかといたらプラズマの格好の餌食じゃないか。ごめん、こむるよ。なんだと、花形てめえ。オタル、逃げな。何言ってんだよ、ブラッドベリー。オタルが危ない目に遭うのは嫌だ。ライム、私たちに構うことありませんわ、オタル様。チェリー、みんな自分のことより俺の身を案じて。オタル君ってば。花形、鉄パイプだ。え？館内の鉄パイプを根こそぎ集めろ。そんなもの どうして。いいから早くしろ。もうどうなっても知らないからね。俺にはおめえたちを置いていくことなんてできねえ。なーに、心配することはねえぜ、俺に任しときな。飛来神代わりに竜巻を誘導して進路を変えるんだ。そんなの無茶だよ。嫌なら俺一人でもやるさ。そんな。
結局最後はおめえたちに助けられちまったけどな。あんなボロボロの状態だったのに、まったく停止したやつらだぜ。そんな、私はただ小樽様を助けたい一心で。あのね、あん時体の中が熱くなったと思ったら急にパワーが出てきたんだよ。ああ、意識がはっきりしてなくてよく覚えてないんだが、なんかとっても大切なことがあったような。えっ、まあみんなこうして無事だったんだ。もういいじゃねえか。地上だ。さあみんな家に帰ろうぜ。はい。なんか随分扱いが違うんでないのかい。